ちゃんまるです。どうも。いやーし、金町に行きました。金町といえばあの店、三浦屋さん。なんかいろいろ新しくなったらしいんでね。あとロッキー背脂、お腹いっぱいになってみたいと思います。それでは行ってみましょう。いやーし、並んでる人が2人います。今10時前なんですけどね、大人気この店やった。ラーメン三浦屋さんです。家系ラーメン武蔵屋総大将三浦さんのお店です。三浦屋さんは大きなビルの1階にお店があります。そのためビル風がとっても強くて、冬場はもうものすごい寒いんですね。それでも周年イベントなんかでも200人以上並んじゃうから、お店も暑ければお客さんも暑い、すげー人気店です。こちらが券売機。まずは穴が開くほど見ていきましょい。いろんなメニューが増えてますね。これ右上の極上のりラーメン、これ1回イベントでやったやつがレギュラーになったんでしょうね。あ、ロッキー。バチコリってなんや。バチコリ、バチとコリ、コリッとしたもの、なんだろう。茎わかめ、え、わかんねえ。コリ、豚足、コリコリしたものでしょうね。気になりますね。いつ出るんだろう。楽しみにしておきましょう。ライス届きました。お化粧していきましょう。無料ライスありがとう。これ背脂、ネギ乗ってます。でロッキー、お茶碗2つ。テーブルの上がお茶碗まみれになってしまいましたね。贅沢ですね。茶碗4つですよ。ご飯の上に背脂を乗せています。茶碗で隠れてますけれども、すいません。2杯ぐらい乗っけときましょうかね。背脂塊が5、6個入ってたかな、そのぐらいです。卵は平らなとこで叩けって言いますけどね、あんまり綺麗に割れてませんね、これね。はい、どうでもいいです、そんなこと。それも直で、これね、後で気づいたんだけど、もっといろんな食べ方すればよかった。ロッキー、これ昆布醤油だそう。ちょっと糸引いてる感じあるでしょ、タラってね。完成、卵かけご、ロッキーかけご飯か。赤いやつもあったんで、ちょっと乗っけときましょうと思ったらね、ラーメン届いちゃいました。はい、はい、こちらラーメンズドン。今日の私のラーメンです。三浦屋さん、お久しぶり。この色なんだよな、黄色っぽい茶色ね、すごいね。海苔、あ、これは小松菜か。金町には何回も来てたけど、三浦屋さんのラーメン食べるのはこれが3回目になります。だって他にたこ焼きとかパンとか食べたりしてるからね。そちらの動画も概要欄の方に貼っときましょう。でもね、たこ焼きに関しては三浦総大将めちゃくちゃ褒めてくれてんだよね。あれは面白かったんですね。あ、もう麺から言ってますけど、麺熱々です。もうやっぱりどこでも、もう私はまずは麺からいきます。まずはスープではありません。もう今私はまずは麺です。美味しかった。これももう小麦の香りがふわふわ、うまいうまいうまい。いやーし、スープだよ、もうぎっとりでしょこれ。普通ですよ、油の量。三浦屋さんといえばなんか濃い、なんかもうラーメンだよなって思ってたけど、久しぶりに食ってみたらね、なんかね、優しさを感じた。上品さもあるかなっていう、なんかジュディ・ヨングのようなね、この Beautiful situation、女は、ちょっとそれ関係ないな、ごめんなさい、間違えました。実はね、これ仕込みちょこっとだけ取らせてもらったんですよ、オープン前に。これが三浦屋さんの背脂。最近じゃないか、いつからか分からんけど、家系ラーメン屋さんでこう背脂を出すとこって多いじゃないですかね。ご飯にかけるやつですね。それを三浦屋さんでも挑戦された。大きい大きいやつ、大きいやつ。所詮は僕らエニモなんですとは言ったものの、この背脂も味が優しめ。ロッキーぶっ潰した。なんでロッキーかって、まあやっぱりそのロッキーが卵を飲むシーンがあるからだと思うんですけど、この辺から来たんでしょうね、きっとね。ロッキーで思い出したんですけど、昔エッチなビデオのタイトルのラベルにカモフラージュで僕ロッキーって書いておいたんですよ。気づいたらロッキーが12ぐらいまで行ってて
映画のロッキーは5か6ぐらいしかないはずなのにね、いつの間にかロッキーが12までできてたってことありましたね。はい、あ、卵かけご飯の話をしろよ。いや、エッチなビデオ関係ないんですよ。どうでもいいんですからね、それ。あ、うまいっす。すごいうまいっす。卵かけご飯を海苔でまくって負けねえだろって思うけど、意外と負けました。さっくり混ぜる方がいいですね、卵をかけて。オンザライスしましょうか。卵かけご飯にさらにスープの味が染みていく。そこでちょこっと食べるかしら。あの、食べないね。小松菜しゃっきり。これ小松菜ですよね。ほうれん草じゃないのはとは思うんですけど、小松菜で合ってますか。この時私は気づきました。この背脂もラーメンにちょっと入れてみましょう。どうなるでしょうね。ご飯に全部かけたらなんか卵と背脂とでダクダクになっちゃうからあれかなと思ったけど、あとこれ半ライスじゃなくて普通にライス大盛りにした方がいいと思います。あ、漬物忘れてました。私としたことが、つかみやすいトングです。今までその家系ラーメン屋さんで食べた背脂ってなんかね、例えるならば焼肉のタレみたいな味するでしょ。僕そういうイメージなんですけど、三浦屋さんのはね、それよりもなんか和風な感じがしました、ね、優しさ。ちょっと2枚目の海苔を使うにあたって背脂とシャキシャキを乗せましたが、シャキが落ちるんですよ、ここでね。ほら、落ちた。まあいいやってね。海苔背脂ラーメン、うまいよこれ。それは、まあ、ここで食べますね、シャキ。まあ腹入りゃ一緒って、まあそれ言ったらおしまいなんだけど、三浦屋さんのラーメンってチー油が特徴的だよなってずっと思ってたんだけど、それが変わったのか、なんか優しいんですよね。あのチー油に背脂を入れるとどうなるんだろうとか初め思ってたけど、背脂も優しいもんな。何が言いたいか分かる。まあいいや、俵巻き行きましょう。まあいいやで片付けんじゃねえ。ちゃんと解説しないかダメなんですよ、自分で自分に言い聞かす。いや、しかしここまでもうほとんどご飯も残ってないし、卵かけご飯でゆるゆるだし、一応巻きましたね。背脂食べると唇テッカテカになりますね。お前はおでこがテッカテカだな。やかましはハゲちゃうわ。ハゲかけじゃ、ハゲいじんな。まあいろいろ挟んでおりますけれども、卵かけご飯がそもそも優しさじゃない。そこにこの三浦屋さんの背脂の優しさで、久々に食べたラーメンもなんか優しさの三つどもえ、すごくね。三浦さん、ファンタジー、コンセント、音と香りの競争曲、おなら関係ねえぞ。食べ物動画でおならとか言っちゃダメだ。シャキッとしたものを食べてみたら背中がシャキーンみたいな、こうなんかね、いろいろ挟んでおりますけれど、もうほぼほぼ食べ終わったかな。飲み物、そう、もう卵かけご飯は飲み物ですよ。背脂の柔らかさもそうだけど、飲み物おいしい、ツルツルいけちゃう。総じて美味しくいただけました。ドン、はい、ごちそうさまでですが、まだ終わらない。そういえばあの、さっき俵巻きザゴージャス背脂 TKG 食べ終わった後に、僕あのいつものタイガーアパカを忘れましたね。やってませんでしたね。まあたまにはそんなこともない。あ、これね、お酢最近あの三浦さん頑張った開発したみたいです。昆布とニンニクでした。他にもなんか入ってるのかもしれません。うめえんだよこれがまた。うん、よくぞここにたどり着かれましたね。本当総大将すごい。上上下下、左右左右、おいしょ。もう背筋がシャキンとします。この小松菜でシャキシャキして、スープお酢入れたスープ飲んでシャキシャキして、もう目見開いちゃうからよ。止まんないんですよ今。ハーモニカみたいにスープをすすりましたね。
それではごちそうさまでした。美味しくなったよ三浦屋さん。まあもともと美味しいけど、優しさを感じてください皆さんも。